せーの、ハイタイ、エミリー、ここユキ、イシワジャパンです。今日は何する？今日は何するか。今日は女子パート2です。イエーイ。前回の動画で和を勉強しました、うん、今日はがを勉強します。がこのがっていうのは和ととても使い方が似ているので、たくさんの生徒が混乱しているんですよ。なのでよく質問が来るんですけど、私の中で、こうやって説明したら分かりやすいかなって思ったのが2つあるので、ちょっと説明したいんですけど、まず1つ目のがの使い方として、複数ものや人があるときに使う、うん、例えば私たち3人の中で誰がリーダーですかって質問があったら、あ、私がリーダーですって言います、うん、この時私はリーダーですとは言いません。なぜなら私はリーダーですっていうのは2人がいなくても成り立つ、私だけで成り立つ文章なんですけど、私がリーダーですは今こうやって3人で一緒にいて、その中で誰がって聞かれた時に私がリーダーですって言います、うん、そこが大きな和とがの違いなんだろう。だからちょっとしたニュアンスの違いですよね。例えば会話の中でも、今日は編集誰がやる？で、コウコが私がやる、うん、そうとか、例えば今日私忙しいんだよね、ゆうきが編集やってくれる？ね、いいよ私がやるとか、3人人が一緒にいるときにがを使います、うん、あと例えば、うん、ここにドーナツが3つあったとします。どれがゆうきのドーナツとか、うんうん、どれがゆうきの彼氏とか、うん、なんか複数ものや人がいたときにがを使います。これが1つ目、うん、そして2つ目、これは物事を強調したいときに使うがです。例えば焼きそばが食べたい、うん、この時のこのがっていうのは絶対に焼きそばが食べたいときに使います。そうだねマジでそう、そう、焼きそばは食べたいとは言いません、うんうん、例えばお腹が空いてる、何食べたいって言った時におにぎりが食べたいって言ったら、ゆうきは今おにぎりが食べたい、うん、お腹が空いて何でもいいから食べたいわけじゃない、うん、おにぎりが食べたいんですね、うん、だから物事を強調するときに使います。はい、例えば質問するときもそうです。犬は好き？って聞いたら Do you like dogs? ですけど、そこに複数のものがいたら、猫か犬かどっちが好き？って聞かれたら、あ、犬が好きって言う、うん、猫じゃない犬なんですっていう感じですね、うん、強調だね。強調、確かに、うん、まあ、だから相手が何々が好きとか誰がとか、向こうががを使ってきたらこっちもがって返す、基本的には。そうだね、それ覚えやすいかも、うん、がを使うときは一つは物や人が複数人いるとき、二つ目は物事を強調したいときかな。そうね、うん、素晴らしい説明ですよこれ、うん、ありがとうございますはい、なのでちょっと今日はこのがをまた3人でいろいろ会話を作っていくので、よく聞いてみてください、うん、それでは早速始めてみましょう。私がココです。私がココです。2つの中だったら、こっちが私のお気に入りです。2つの中だったら、こっちが私のお気に入りです。あなたが好きです。
あなたが好きです。目が痛い、目が痛い。あー、編集めんどくさいな。コウコがやって。うん、私がやるよ。あー、編集めんどくさいな。コウコがやって。うん、私がやるよ。今日夕飯何が食べたい？ハンバーガーが食べたい。寿司がいい。今日夕飯何が食べたい？ハンバーガーが食べたい。寿司がいい。BTS で誰が好き？ジミンが好き。エミリは？ジンが好き。BTS で誰が好き？ジミンが好き。エミリは？ジンが好き。最近犬が欲しいんだよね。テテがいるじゃん。でも犬がいいの。最近犬が欲しいんだよね。テテがいるじゃん。でも犬がいいの。3人の中で誰が一番可愛いかな。はい、私が一番可愛い。いや、私が一番可愛い。いやいや、私が一番可愛い。3人とも可愛いからな。まあ、系統が違うからね。確かに。確かにね。コウコが綺麗担当じゃん。うん。エミリーが可愛い担当ね。で、ユウキがお笑い担当。なんでだよ。3人の中で誰が一番可愛いかな。はい、私が一番可愛い。いや、私が一番可愛い。いやいや、私が一番可愛い。3人とも可愛いからな。まあ、系統が違うからね。確かに。確かにね。コウコが綺麗担当じゃん。うん。エミリーが可愛い担当ね。で、ユウキがお笑い担当。なんでだよ。はい、いかがでしたか。がの使い方、皆さん分かりましたね。ちょっとでもわとがの使いの違いがクリアになったらなと思います、うん、なんか逆にこれはじゃあこの時はどうするのとかあったらコメント欄にください。はいはい。それではこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ECY ジャパンでした。またね。女子についての質問が一番多いです。で、今回このパート1では、は、今日は雨です。今日は雨です。